力積の分野。 なんかたくさんやっても苦手で分かんないいくらやってもなんだかプラスマイナスが逆になっちゃったりする実はその根本的な考え方が分かれば全ての力学の分野がめちゃめちゃ分かるようになってきますということでその一番の根本的な向きの表し方についてやっていきましょうここさえ押さえておけばあとは学習がスムーズに進んでいきますそれではまず最初1つ目ベクトルとスカラーについてやっていこうベクトルとは ここに書いてあるね。向きと大きさを持った量がベクトルでありますベクトル次大きさだけの量をスカラーって言いますそして早速練習ベクトルかスカラーかはいこれらはベクトルかスカラーかに分類してくださいできました力はベクトルです 加速度もベクトルです。力って向きがあるよね。こっちにボールを蹴るのかこっちにボールを蹴るのかこっちにボールを蹴るのか全然向きによって、ね、こっちに蹴ったら相手のゴールこっちに蹴ったらオウンゴール、ね、大変なことになっちゃいます加速度も、えーね、行きたい学校の方に加速していくのか家の方に加速していくのかね、えー、全然違う結果になっちゃいます。質、うんえー、質量量ななんんか分かかはりやすすいですね。質量なんかは スカラーです、ね、僕の体重あっち向きに6 5キロそんなやついないよね6 5キロは6 5キロ重さは質量、えー、重力の大きさですですのでこれもスカラー時間もスカラーですいやいや時間は進む戻るがあるよっていう人いるけど北向きにとか北西向きに3分そんなことないですねはいベクトルというのは365度いろんな方向に向きが取れるこれがベクトルです さあ多くの人が迷うのはエネルギーエネルギーは実はスカラーなんですねこれはぜひ覚えといてくださいこれよく間違えますはいなので私がね、えー、物理でよく間違うスカラーって言ったら何ですかこれだけ覚えといてねって言ったらもうエネルギーって言ってくださいその理由は後々分かっていきます次えっ、ー、と距離と変異なんですが変異っていうのがベクトル北向きに3メートル西向きに3メートルこれを区別するのが変異 それに対して、それってどっちも3メートル移動したんだよね。距離で言うと、どっちも3メートルだよねっていう。そのね、本当に。その大きさだけを考えたのが。距離です。オ、OK、ッでしょうか。そして物理でもう一つよく間違われるの。速度と速さ。これも覚えておいてください。速度はベクトルです。だから、北向きの3メートル毎秒、南向きの南向きの三メートル毎秒は。区別する。速さは。まあ。 車のスピードメーターでよく表されます北向きに時速80キロでもスピードメーターは80南向きに時速80キロでもスピードメーターは時速80って出るよねこのスピードメーターがまさに速さを表しているということですさあこれ基礎知識でした次二つ目右向きを正の向きとしてはいこれ問題文に定義されましたね速度答えを。速度はベクトルスカラーどっち ベクトル。さあ、今右向きが正なんだって。図に書き込んでみよう。こっちが正の向き。そして正の向きに 2m 毎秒だから答、答えは答えは2.0メートル毎秒ここにプラスをつけてもいいしつけなくてもオッケーです。まあ、つけない方が一般的ですね。はい、だから今一応消しとこうか。 でもここの中には一応プラスっていうのが自分の中でプラスの向きだよって意識してください。次、今回も右向きが正です。そして負の向きだね。ってことでマイナス二点ゼロメートル毎秒これが答えです。このマイナスって何を表している？負の向きという意味です。 今正の向きが右向きなんだから負の向きというのはこの状況だと左向きっていうのを表すでも正の向きの置き方によってこれも変わってくる今ここのののプラスっってててて何をを表表ししいいいるる向きう今正の向きがたまたま右向きだからこれは右向きをつまり表している。 でも正の向きを置くことに置く向きによってプラスっていうのがねえ実際に表すのが上になったり下になったりしますね次行きましょう次ちょっとレベルアップ右向きを東として図示せよつまりこっちが東こっちは西という状況 東に2.0メートル毎秒だってつまりこっち向きに2.0メートル毎秒これで OK 次東にマイナス2.0メートル毎秒だって素直に書くとこうだけどこれは明らかにこう書いた方がいいんじゃない 間違えました、ね、はいね先生も2年に一遍間違えますから <laughs> 東向きに− 2 0 m 毎秒素直に書くとこうだよねでもこれはあまりよくないつまりそれって西向きに2 0 m 秒のことだねこれが正解次西向きに2 0 m 秒書けました 素直に書いたらこうだね。正解。じゃあこれ西向きにマイナス2.0メートル毎秒書けた。まあ素直に書くとこうだけどこれはあまり良くない。東向きに2.0メートル毎秒って言った方がいいですね。はい。つまりこのマイナスは何を表している。 この矢印の向きと逆向きってことを表している今矢印の向きは左その逆向きってことはつまりあごめん矢印の向きは西その逆ってことはつまり東だぜっつってこうなるわけ。 これも一緒。このマイナスは何を表している言葉にして。できたできたこれを言葉にできずにフィーリングでやるからダメなんですよあなんか突然熱くなっちゃいましたね。はい。できたね。この矢印の向きと逆向きってことを表している。今矢印の向きは東向き。 その逆向きってことは、つまり、本当は西向きなんだぜって、だからこれが正しいんだよね。OK! このね、マイナスの表す意味は、状況によって変わる。プラスは迷わないからいいです。マイナスの表す向きは状況によって変わる。一応これ確認しとこうか。ここにプラスあるね。このプラス何表してんの言葉にして。できました これできたらいい感じですよ。この矢印の向きと同じ向き今矢印は東、同じ向きだから、はい、東向きだよはい、ここにプラスあるねどういう意味 そうこの矢印の向きと同じ向き、今矢印の向きは西向きだから、西向きだよはい、できました。次、4番目行きましょう。まとめ。速度を求める問題があったとします。これからね、まとめというか、あの、問題の解き方の方針ですね、これは。えー、解き方の、解き方の方針。 これはもう大事です。はい。速度を求める。 っっていいうう問題ががあたたとしよよここれからねよく衝突事故みたいなのが起こりますボールとボールがぶつかったーみたいなね。はい。でちょっと考えてね。はい。これ A 君がこう左に向かっていきます。B 君が右に向かっていきます。衝突しました。はい。A 君どっちに行くわかんないよね。B 君がめっちゃ重たかったらボーンってこっち飛ばされるし A 君の方が重たかったらボーンってこっち行っちゃうよね。ということで A 君の衝突後の速度はどっち向きかわかりません。っていう状況のとき。 はい、でもあなたはこの速度を求めなさいって言われたじゃあそのね A 君どっち向きかなって、はい言う時はこれ基本的にね2つ戦略があります1つ目渦のようにここですねよいしょよいしょこれです渦のように正の向きに V って置いちゃおうぜってパターン今あの正の向きをこっち向きにとしてますよ大体いい断りなかったら大体いい右向きを正に置くことが多いですから。 だから、とりあえず A 君どっち向きか分からへんけど、右向きに V って置いたらえ正の向きに置いてとこうぜっていうのが、もう超おすすめの王道パターン。そしてその結果、A 君の速度を計算して求めたら、はい、答えがなんと、じゃんプラスの2.0メートル毎秒って求まったの。ってことは、このプラスってはい、みんな何表してんのはい、言葉にして。 そう矢印の向きと同じ向き今矢印どっち向きあそうあれこれ,これちゃんと書いてあるね私。プラスは自分で置いたこれ矢印が抜けてるね矢印の矢印の向きと同じ向き ということを表してる。つまり今自分で置いた矢印は右向きなんだから、A 君は衝突後、右向きはい、次。例えば答えがね、マイナスって出てきた。さあ、このマイナスどういう意味マイナスは自分で置いた矢印の向きと逆向き つまり、今自分で置いた矢印の向きは、右の逆ってことは、左向きはい、ということでしたね。次、先、え、方、ー、2。渦のように、負の向きに V と置く。この先方2を使うときはどんなときか。これ、明らかに A 君がでかい。もう体重100キロ。 そして時速40キロウサインボルトのスピードで体重100キロだからもうボルトが走ってきたみたいな状況ねブワー来たそしてはいここに B 君んか弱い和田君体重がねまあ仮に50キロねそしてスピードも非常に遅いですボルトより衝突したら当然ボルトの勢いにブワーって押されてボーンってボルトの方がこっちに衝突後もいっちゃいますね左向きにね、うん、そうやっても明らかに A 君ボルト君は負の向きにいきそうだなっていう時に負の向きにもうこれ絶対負の向きになるんだ答えがマイナスになるんだったらもう最初からマイナス向きに置いちゃえこういう時だからあんまり使わないですうん。ってことは大体こうそういう時はね答えがプラスって出てくるのこのプラスってどういう意味自分で置いた矢印の向きねはい自分で置いた矢印の向きと同じ向き。 今自分で置いた矢印の向きは左向き、それと同じなんだから、えー、ボルト君は左向きに進んでいくよっていうこと。いいね。で、それでもね計算したらマイナスで出ちゃったって言ったら、自分で置いた矢印の向きと逆向きって意味なんだから、えー、今自分で置いた向きは左、その逆なんだから右向き、ボルト君は右向きに進むんだなっていうことがまあわかるわけです。これどっちで置いても解けるんだけど、おすすめ圧倒的にもう正の向きに置く。 えー、これですね圧倒的に色を変えようかなこうしましょうかねはい圧倒的に正の向きに V を置くいいねこれでやってくださいえちなみに問題文に正の向きが与えられてなかったら自分で大体いい右向きをね正に置くことが多いですそんな風にして、えー、とにかく自分で置いた軸にしろ 問題文で与えられた正の向きにしろ正の向きに V と置いて解いていくという基本的なことでしたでもこの基本が分かれば実は等加速度運動とか運動方程式とかいろんなところの理解がめっちゃ深まるからまたね、えー、この後そういう解説動画も、えー、上がっていくかもしれません この動画はシリーズになっていて、再生リストから順番に見ていくと確実に力がついて、偏差値40の人が、そして50、60、時には70になっていく動画を体系的に上げていますので、ぜひ再生リストから、再生リストは概要欄に載っています。活用してください。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価してくれると、そしてコメントなんかしてくれると、私の励みになりますから、応援のつもりでお願いします。それではまた。